前回の動画でたくさんのコメントありがとうございました。すごく励みになりました。おかげさまで草部の部長になれました。とは言っても草部の部員は一人なんですけどね。今日はハンマーナイフというものをやります。こちらは鬼教官です。はい、じゃあ今日はハンマーナイフのやり方を教えます。はい、はい、まずこのボタンを運転ボタンに押して回します。はい、でここにチョークっていうのがあるのでこれを締めます。はい、こっちにね、はい、うさぎさんの方に、はい、締めます。はい、でこれを引っ張ります。はい、そうするとエンジンがかかります。はい、いいですか。はい、かかります。いいですか、引っ張ります。はい、ほらこれで始動 OK です。はい、はい、じゃあやってみてください。はい、このボタンを運転に押します。でチョークを締める方にやってこれを引っ押さえとっていいよ。思いっきり引っ張る。できました。はい、OK です。はい、じゃあ次はこれを本当に走らせます。はい、いいですか。はい、でまずこの赤いレバーで刃を出します。はい、この赤いレバーを上げます。はい、これで刃が出た状態になります。はい、ですか。そしたらこのクラッチを入れます。はい、はい、で今度はこっちの黒い方のレバーね、左手のこれを上げます。はい、そうすると走ります。いいですか。はい、ちょっと見ててくださいね。はい、じゃあ行きます。ついてきて、ほら見て、ここやばーレッツゴー。では早速やっていきます。はい、ここあるの分かる。もう、はい、分かります。分かるよね。はい、ね、でこの仮残しをやるとまた後でここやらなきゃいけないわけ。そうですね。はい、分かるよね。はい、うん、だからこの仮残しを極力出さないように、はい、極力というか、まあ、出さないように、まあ最初なんでね、これもしょうがないと思うんだけど、はい、あのこれを気をつけてやるようにね。はい、すいません。またなんかおかしい、ね、なんか音がおかしかったです。うん、今右でやって。なんか右、一番右端がそれ、かれんじゃん。腰が引けすぎ。ちょっと。どういう意味？
これを落ちちゃう。これをちょっとやって、ほら、やって、これこう。でも今動かない。動く。溶けじゃねえよ。これを。うん、これでちょっとこっちに向けて。置いてよ。はい。で止めて。そう。これで、で二にして。で、こうまっすぐ。早く来て。そう。これでこうまっすぐ修正しながら、そう。よし、オッケー。ここやった？ここ、いいだよ、この辺で。もうちょい右って。オッケー。このぐらい。そんぐらいをずっとまっすぐ。なんかね、歩き方がおかしい。こう、ねえ、体をまっすぐに、まっすぐ。そう。なんでさ、そんなさ、くの字みたいになるの？おう、いいじゃん。危ないなと思って。おう。今の方向転換なかなかグッドですよ、先生。なかなかいいじゃん。よし。まっすぐにする。進行方向向かってまっすぐだわ。オッケー。奥まで行けばいいんですか？いいよ。借り残しがある。いい。ちょっとどこまで行くの？どこまで行くの？止まって。持って、ちゃんと。いい？バックにするでね。はい。行くよ。あんたさ、落ちるんだわ。すいません。よし。でもあの辺でちゃんと方向転換も上手にできる？はい。さっきみたいに田んぼに落ちんでよ。余裕です。はい。もうコツはつかんだ？はい。さすがだね。ちょっと。もう大丈夫ですって言って全然大丈夫じゃないじゃん、あんた。口のうるさい人ですね。口だけだね、あんた。はい、でここでもうちょっと行ったら方向転換ね。あそこ、ああやって落ちたかんよ、あんた。あそこ落ちたところ。はい、上手に方向転換やって。どこまで行くの？また落ちるよ、あんた。もう怖い。はい、もっとこう向きを変えながらバックしない、車と思って。こう、そう、バックしながらでいいよ。そう、ちゃんと上げる。そう、オッケー。で、よし。おお。いいじゃん。なかなか上手くなってきました。やっぱりちょっと慣れるの早いね。さすがだね。さすがだ。もうこんなにいっぱい枯れた。すごいね。すごい。これだとさ、すごい簡単にやれることない？はい。これさ、草刈り機だとさ、もっとすごい時間がかかるじゃん。これだとすごい早いもいいよね。そうですね。ちゃんと見て覚えて。わかった？そう。で、見て、ほら、見て。体まっすぐになってるでしょ。あんたはいつもね、サラサ見とって。あんたはいつもこんな感じ。これじゃダメじゃん、こう。またちゃんと見とりな。あんた全然見とらん。ちょっと、なんであんた自分だけそんな沈んどる。邪魔。こうやって
とこだったらこうやって方向転換できる。はい、わかりました。バック線でもいい。バック線でもいいから、はい、なかなかね、いいと思う。ね、自分に扇風機の風当てるのやめて。こっちに当てて。なんか、あの、耳元の辺とか。ね、鼻歌歌った今。ね、すごい余裕だね。鼻歌まで歌っちゃって。汗が。顔に汗が。まだまだ、もうちょっと、ファイトファイト、もうちょっとだ。でもだいぶ綺麗になったよ。もうちょっとだ、ファイティンファイティン。わー今すごい大きいカエルがおった。どっか行ったよ。あー、ほら、いっぱい出てくる。違うよ。同じカエルじゃない。違うよ。どこ行くの？あ、なんかカエルが戻ってきた。あ、どこ？じゃあどっか行っちゃった。そんなカエルが、カエルぐらい驚かんで見んよ。もうちょっと左に行かんとちゃんと。変わってあげるか。はあ、はい、偉そうだね、あんた。え、クモの巣取って。もうおらん、クモの巣ない。今日はこれで終了です。はい。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。やってみてどうでしたか？最初はすごいちょっと難しいなって思ったんですけど、うん、すごいちょっと方向が難しかったというか、うん、傾いちゃったりとか、うん、反り残しが、刈り残し、刈り残し、刈り残しがあったりして、ちょっと大変だったんですけど、でもまあ綺麗になったらすごい気持ちが良いというか。ね、はい。でね、あの、今ここやったじゃん、はい、まあここやったんだけど、これね、今これだけやっていくらぐらいだと思う、これ。
いくらのお客さんからいくらのお金をここもらってると思う？1万円。1万円。実際にはね、ここね、何も面白いな実際にはね、ここね、7000円なんだよね、うん、だから、まあ7000円であってもね、やっぱり、ね、ちゃんとお金をもらっている以上はきちんと丁寧な仕事をやって、はい、まあ、お客さんにやっぱりやってもらってよかったなと思ってもらわないかんと思うのね、うんうんうん、だからお金をね、とにかく稼ぐっていうのはそんな簡単なことじゃないね。まあね、何が面白いの？ちょっと本当に暑すぎて、本当に今日は5時半から仕事をしてるのに、ちょっと暑すぎる、この季節は。ちょっと今日は私はまだ初めてだったので慣れてない部分もあったと思うんですけど、これこれからちょっと慣れていけばもうちょっと頑張ってできるかなと思うので、ちょっと女性の方でやりたいなと思う方はぜひ参考にしてください。お疲れ様でした。しっかり下げて。お疲れ様でした。じゃ帽子までしっかり取って。お疲れ様でした。